はい、どうも皆さん、こんにちは。わびさびのボーカル、阿部博典です。今回は、私の鍵盤断裂の手術から3ヶ月がおよそ経過したということで、3ヶ月目の真実と題しまして、できること、それからできないこと、行っているリハビリや、楽器でできる動きとかですかね、そのあたりをシェアしていこうかなと思っております。と僕が手術して、と合計3本の動画を作って、まあその現状とかをシェアしてたんですけれども、鍵盤断裂をされている方や、もしかしたらこれって大丈夫なのかな、鍵盤断裂してるのかなとか、コメントを書いてくださる方が、いらっしゃいました。その中にはですね、例えばこう、現在手術をすべきか、保存療法で手術を回避して、リハビリで頑張るか、どうしようかな、という方とか、まあ、あとはその、いくつかある鍵盤のうちのまた別のところを怪我されている方が、症状だったりが違うんですよ、みたいなことをこう教えていただいたりとか、っていうこともありました。なので、まあ、僕の場合は、3回目、決めてはこうですよ、というのを、詳しくお伝えすることで、まあ、そういう、まあ、何かの役に立てていただけるんじゃないかなと、思いましたので、ちょっと詳しくシェアしようと思います。僕がですね、この鍵盤断裂を起こすきっかけになったのはですね、今から2年前ですね、2018年の8月です。濡れた芝で滑りまして、で転んじゃったわけですね、ずるっと。でその時にこう、あ、いけないと思って両手を出してバンとこう受け身を取ったんですけれども、そのこうバンって受け身をついた時にこうズキンと痛んだという感じです。まあ、ちょっと筋肉痛めたかなとか筋痛めたかなぐらいの感じではいたんですけれども、まあかなり痛みは続いた記憶があります。2週間3週間ぐらい続いたのかな。ちょっとしばらく様子を見ちゃいました。その後、その8月の転倒から翌月ですね、9月にこっちでこう片付けをしてて、ちっちゃいなんか毛布ですよ、ブランケットみたいなのをこうふっと持ち上げたんですよね。全然重くないやつです。1キロもないんじゃないかなぐらいのやつをふって持ち上げた時にこうブスってこうここの中で音がしたんですよ。実際にブスって感じの音がして、でそこからこう、まあ、痛みっていうか、まあ、痛かったんですけど、しびれですかね。でそのままバーンとしびれて、もう力がほとんど入らないみたいな、動かせなくなってしまって、でどん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 こうじわじわ痛みが出てくるみたいな。ですぐにこう冷やしたんですけども、さっきの音は普通じゃないぞっていうことで、すぐに整形外科に行きまして、でそちらで、まあ、検査していただいたら、まあ、切れてると。でその僕の場合はその前の肩甲下筋ってところが消えてるぜっていう話になりました。もうちょっと大きな病院に行きまして、で検査をしたんですけれども、まあ、そこでもやっぱり変わらずしっかり切れちゃってるんで、まあ、手術をしてもいいし、でもしなくてもいいという話になって、どちらでもいいですよっていう話にはなったんですよね。実はその2018年の12月にトラストという4枚目のアルバムを全国リリースすることがもうすでに決まっておりました。で制作も全て終わって、もうあとはもうリリース後のそのツアーをもう組んでいこうかっていうところだったんじゃないかなと思います。で、まあ、そのタイミングで手術をしてしまうと、リリースのツアーが全くこうできなくなってしまうということで、で、まあ、そちらのスケジュールは動かせないのでっていうこともあって、まあ、タイミング的にも手術はちょっと回避して、でリハビリ保存療法で、やりたいっていう話に、まあ、なったわけです。まあ、でそこからですね、約1年ぐらいですかね、間隔は徐々に空いてはきましたけれども、リハビリに通って、まあ、自主トレも一生懸命頑張ってっていう感じでやっておりました。動きの範囲とかはもうスムーズに動かせるような状態ではあったんですけれども、筋指導さんっていうのがいくつかありました。まあその怪我をしてしまっているので、それがこの筋指導さをやっちゃうと悪化してしまうよっていう、動作です。で、まあ、それが何かというと、
まあ、腕立て、あとは懸垂、あとはこう物をこう投げる動作、あとはこう引っ張る、あとはこう引っ張られる、腕をこうプッて引っ張られるような動きだったり、あとはまあ、重たいものの持ち上げですよね。そういうものが手術をしないんであれば今後できませんという禁止動作として、挙げられていました。でこの禁止動作がですね、まあ、動くとはいえ相当こう制限されるわけですね。でことその音楽においてはその演奏をするだけではないんです。やっぱりそのセッティングをしたりとか持ち運びも多いですし、で機材によってはその重たいものも多いですから、でまあそれがこう持ち運べないっていうのはまあそのつらかったですね。重いものをこう、まあ、他でこうカバーしながら持ち運んだりするんですけど、そうするとこうじわじわと力が抜けていくような痛みがあって、まあ、そうなってくるともう演奏どころではないみたいな感じでした。なのでそうなってくると出したい音よりも重量でこう機材を選ばなければいけないっていうような状態になってきまして、それもこう、まあ、一ミュージシャンとしてはすごくストレスに感じるところでした。もちろん日常でも、その制限によってやりづらいことが多かったんですけれども、まあ、特に、まあ、その受賞時怪我をした時には息子がいるんですけれども、まだ3歳で、で、まあ、その子をこう手を連れて歩くのが怖かったりとか、その子がこう例えば転んでしまってグッて体重がかかったらもう痛めてしまうっていう恐怖があったりとか、あと抱っこをせがまれた時に抱っこしてあげられないとか、そういうなんかことが結構ありまして、まあ、不能感というか、まあ、なんかこう罪悪感みたいなのもあったし、でこう積極的に物事にこう参加していけないような自分になってしまうっていうところが、まあ、すごく、気持ち的には辛かったです。そのちょうどそのリリースのツアーが終わってだいぶ落ち着いてきたのが、まあ、その去年の19年の秋ぐらいですかね。でそれを待って、セカンドオピニオンも兼ねてまた違った病院で違う意見を聞いてみようという、まあ、気持ちになりまして、で今手術をしてもらった病院に、かかるようになったというわけです。じゃあ手術の方向でいきましょうっていう話になったんですけども、そこからですねライブの予定だったりもいろいろと決まっておりました。直近で手術を受けるというわけにはいかなかったですね。なのでその時は12月決定なんですけれども、実際に僕の手術を受けたのは3月です。でそれまでの間に仕事だったりで、まあ、家族にも相談して、でこの先のプランをこう練っていくというか、そういう調整を進めました。手術を受けてしまうと3ヶ月は使えないし、でその楽器演奏ができるのは3ヶ月目からで、まあ、持ち上げ動作はその半年目からおおよそ可能になるでしょうという話ではあったので、まあ、それから、3ヶ月経って、まあ、現在に至るというわけです。この3ヶ月目からはですね、そこに徐々にこう筋力トレーニングというか少しずつこう負荷をかけていくようなメニューが加わってきております。こう手をこう後ろに回すような動作、これがものすごく痛いですね。これを、まあ、無理のない範囲で頑張りなさいという指示を受けておりますが、痛いんだこれで、まあこの動きはおそらく他のどの動きよりも大変で、最後までネックになっていく動きにはなるでしょうっていうことを言われてるんですけれども、この動きがですね、まあ、後ろでまあこういう感じになってるんですけど、今これって、まあ、ギターを弾く時のこの動きなんですよね。でこれができるようになってくれば
要は普通に弾けるようになってくるんじゃないかっていう、筋肉ストレッチの方からに出てきたのが、まあ、筋トレなんですけど、使うのこれです。じゃん。これはですね、まあゴムなんですけれども、セラバンドというゴムです。まあ、筋トレだったり、まあ、ストレッチだったり、まあ、怪我人以外の人も、まあ、使うものらしいんですけれども、まあ、色によっていろんな負荷があるらしいです。で、僕が使っているのは白いやつで、これ一番負荷が小さなものです。特に今はだと思うんですけど、小さい負荷をかけるのがすごく大事ということです。これは最初僕も仕組みというか意味が分かんなかったんですけれども、その僕の切れたその肩甲下筋っていうのがインナーマッスルというか骨をこう動かす筋肉なんだそうです。でその外側にこう大胸筋とか大きな筋肉がついてて、でこう負荷がかかったり大きな力を出そうとすると、その肩甲下筋の外側の大きな筋肉がグッと動くらしいです。で、まあそうなってしまうと、結局その今鍛えたい動かしたい肩甲下筋が動かなくなってしまうということなので、その肩甲下筋が動いて大きな筋肉はあまり動かないような、その小さな負荷をかけて、その怪我した肩甲下筋だけを動かすみたいなトレーニングをしたいということで、この一番他の小さい柔らかいセラバンドを使っております。いくつか教わったんですけども、まずこうなんか本当はこれ立ってやるといいんだと思うんですが、今日はちょっとご紹介も兼ねてなので座ってやっちゃいます。こう縛り付けてですね、で手を挟むって教わったかな、確か。でここから引っ張っていくわけです。1、2、10。うー、あー、なかなかきますね。あと他のやつはですね、この逆ですかね、ここから外側にこう引っ張っていく。2、3。であとはこれを足で踏んで、こう持ち上げるみたいな。でこの時も痛かったり辛かったりするとこうなっちゃうらしいんですけど、こうならないでまっすぐのまま上げていきます。コツは鏡を見るということだそうです。正しいフォームでできないと正しい負荷がかからないということでした。なので鏡を見ながらバランスを見て動かすというのが大切だということだったんですけれども、演奏をしていく上での持久力につながっていくよという話でした。では、最後に、3ヶ月目の真実ということで、3ヶ月目からは演奏できます。まあ、そのアコースティックギターのこういうのはまだできないです。はい。まあ、でもこう薄いエレキギターをこうやって演奏していくっていうのは現状少しずつできるようになってきています。で、まあ、それを3ヶ月目でどのくらいこう動くようになったよっていう、動画をですね、撮ってみようかなと思ってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。これまで悩まされてた夜間痛、超厄介なあれなんですけれども、あれは完全になくなりました。完全になくなりました。ぐっすり夜眠れるようになりました。もう天国でございます。これが一番嬉しかったかな。1ヶ月目、2ヶ月目の方はきっとまだ大変な方いらっしゃると思いますけれども、3ヶ月目までリハビリ頑張ってみてください。天国に行けます。走ったりとかもしていいと言われました。まあ、ただその転倒でまたね、その手をついてしまったりするとまたこう切れてしまう恐れもあるので、まあその辺は注意が必要かなとは思うんですけれども、まあこう走ることによる例えばこう振動だったり
そういうことは気にしなくても大丈夫ですよっていうお話でした。あと、もう一個嬉しかったのはですね、洋服ですね。羽織る系の洋服だったりとか、まあこういうシャツもそうですけど、これまではこう、右に袖を通して、右腕は動かさず、左手だけで着ていくみたいな、そういう着方だったんですけれども、まだ痛みもあるし、動きも悪いですけど、左腕からこう羽織ったりとかが、今はちょっとずつできるようになってます。これもすごく嬉しいですね。はい。ただ、3ヶ月目でもできないことがやっぱりあります。で、それは何かというと、まあ演奏は例えばできるけど、その演奏でステージに立てるかというと、立てないと思いました。で、これまあなぜかと言いますと、まあステージで誰かこう楽器を持たせてくれて、で、弾いて終わったら誰かが楽器を持ってってくれて、で、それ以外自分は楽器を触らないみたいな、そういう環境であれば、おそらく可能かもしれません。まあでも、まあ実際のところ、こう、会場までギターとか、まあその機材を持っていかなきゃいけないわけですよね。で、その持ち帰り、あとその現場での搬入出だったり、まあそのステージでのセッティング。で、さらに、こう、ステージ内でも、じゃあ持ったり、置いたり、みたいな、そういう動作がこう出てくると思うんですけれども、一ステージ、それをできるかと、その一日言われたら、全くできない。ですね、全くできる気がしません。なのでその、まあ、演奏レベルは OK だけど、でもそれ以外のことはやっぱりちょっとまだ難しいのかなと。で、持ち上げ動作とか半年後から順調だといけますよって話があると思うんですけども、その半年後からできるような動作がやっぱりいろいろステージにはつきまとうのかなという感じがしております。まあ、このあたりも焦らずに、しっかりと、でもサボらずに頑張ってリハビリを続けつつ、完全復活に向けて頑張っていこうかなと思っております。3ヶ月目の真実と題しまして動画撮ってきておりますけれども、いかがでしたでしょうか。ご覧になっている方の中には同じように手術をしたりとかね、この先手術をしようかなとか、今痛いけどどうしようかなみたいな、そういう同志の方々がいらっしゃるんじゃないかなと思います。何かの足しになれば本当に幸いでございます。またですね、鍵盤羅列のその動画をきっかけに、我々の音楽を、聞いてくださって、我々にねメッセージをくれたりとか、かっこいい音楽やってるじゃんって CD を買ってくれたような方もいらっしゃいました。音楽以外のところでつながれたご縁というか、本当に嬉しかったですし、なんかこう感慨深いものがございました。感動しました。リハビリ続けつつ回復の、進捗をまたこのような感じでお知らせしていければなと考えておりますので、引き続き応援のほどよろしくお願い申し上げます。動画の補足とか、他に詳しく聞いてみたいことなど私にございましたら、動画のコメント欄に、いただければお返事してまいりますので、ぜひよろしくお願いします。我々の演奏動画、それからライブ動画など、音楽にまつわる、コンテンツもたくさんご用意いたしております。 YouTube から見れるようになっておりますので、これを機に、我々を知ってくれた方々、ぜひ、そちらも合わせてご覧いただけたら幸いでございます。では、また次の動画でお会いしましょう。皆様の健康を心よりお祈りしております。ではまた、さようなら。